ください。横山達治&オルケスタドラゴン、ブラジルの曲です。リオデジャネイロのもっとリオデジャネイロ細かいジョークがありますので聞き逃さずによろしくお願いいたします。それでは行きましょう。リオデジャネイロ。はい。
ーボサをお届けしました。それでは次に女性軍が4人入ってきましたけれども、華やかにここから歌の曲になります。そして達治さん、こちらの当バンドは非常に厳しいバンドです。決してミスは犯すな、はい、聞こえましたでしょうか。ミセスは犯せということです。そしてちょっとそこのお姉さん、清楚なふりして、戸籍は真っ白、はい、そこは真っ黒、これがパターンです、すいません、はい、ということで、そして、これから歌の方に入ってきます。まず1曲目にソダンソサンバ、そしてジャズのナンバーからバイミー美術支援素敵なあなた、そしてオンザサニーサイドストリート、そして最後にチャップリンのナンバーからスマイル、4曲続けてお届けします。よろしくお願いします。Thank you.
understand. So kiss me and say you understand.Thank you.
今度は菊池さん。持田さん、中心。Smile, know your heart is aching. Smile, even though when there are clouds in the sky, you get by. Keep smiling, you'll be a solo. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.Thank you.
横山千鶴さん&オルフェスタドラゴンの皆さんでした。ありがとうございました。はい、最後のテキーラすごいね、どこでやってもとてもみんなでテキーラってやって、私もと、はい、ありがとうございました皆さん、はい、ちょっと先ほどいろいろねお聞きしたんですけど、今日はちょっと不思議なことが起こってまして、女性軍がね皆さん素敵なピンクの色の衣装を着られてますけど、どうにかこうにか歩いてこちらまでいらっしゃっていただきありがとうございました。面白い親父ギャグありがとうございます。今度ちょっと女性にインタビューさせていただいてよろしいですか。はい、今日皆さんこれは皆さんで相談して揃えてこの色にされたんですよね。ですよね。で、私たち司会人なんですけど、司会人もですね、何も考えてないでそれぞれが勝手に着てきたら司会人がこうなったっていう、マイクが入りましたね、はい、なんか A チーム、 B チームみたいな感じで、すごいね、なんかみんな今日は女性がこういう気分になる、こういう色の日なんでしょうかね。潮の満ち引き満月とかそういう感じでしょうかね。じゃあここでドレミファソラシドを一人ずつ声出してみるのどうですか。じゃあ最初ドからお願いいたします。ドレミファソラシありがとうございます。なんか意味は分かりませんけれども突然こんなノリになりまして、素敵な女性チームもありがとうございました。はい。